天皇陛下と長女愛子さまは20日、皇居で開かれた宮内庁学部による秋季雅楽演奏会を鑑賞された。担当者から説明を受けながら、鮮やかな装束に身を包んだ学士が奏でる章やひちりなどの音色に聞き入り、拍手を送った。演奏会では、宮中祭祀でも奏でられる神楽歌唄や、演奏に合わせて舞う、舞楽が披露された。愛子さまは眼鏡をかけて興味深そうに見ていた。 区内町学部の雅楽は国の重要無形文化財に指定され国連教育科学文化機関ユネスコの無形文化遺産に登録されている。